ということで始まりましたピックアッププレイ、よろしくお願いします。残念ながらちょっと試合の方は負けてしまったんですけれども、このピックアッププレイ応援舞台はね、明るくいこうかなと思いまして、次残り試合もまだあるわけだしね、明るく次にこう皆さんが向かっていけるようなこうピックアッププレイしていこうかなと思いまして、よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょうかね。その前に何かあります？谷口さん一言ぐらい。いやー残念でしたけどね、もう次ですよ、まだまだ上が混戦やから、今年は例年にないぐらい混戦ですからね。1個2個3個4個5個5連勝してしまったら一番上の方に行く可能性があるぐらい。本当そうだよね。今まで1チームズバ抜けるか2、3チームズバ抜けること多かったじゃないですか。今年はそれがないから、上同士で潰し合って今の位置からでも一番上もしくはその下昇格圏内狙えると思ってるんで、よろしくお願いします。それでは気持ちを切り替えまして、今週のピックアップデイ、明治安田生命 J3 リーグ第18節岩手グルージャ盛岡をホームに迎えている試合となりました。それではメンバーを見ていきましょう。こちらゴールキーパー大西翔吾選手、右サイドバックフォゲッチ選手、センターバックウェズレー選手、井岡治ヘンリー選手、砂森選手、ボランチ中原選手、田辺選手、トップ下に竹本選手、フォワードが米澤選手、五稜選手、グスタボ選手がトップの真ん中の位置に入る形になりました。サブの選手を見ていきましょう。白坂選手、藤原選手、江藤選手、あったんだ小江選手帰ってきました、お帰り。そして背番号25番、この試合も存在感を存分に出しました秋山選手、そして山谷選手、ここ最近すごい成長が見られますね。9番殿田選手というメンバーになります。それでは1つ目のピックアップ見ていきましょう。こちら、それでは前半18分酒本範之選手パスト、どういうところが見どころでしょうか。これ酒さんの空間把握能力っていうか、いつ首振ったかわからん時にスタンドもしくはテレビの前から見てて、おこっちに出してくれ、こっち空いてるやんけって思ったところにしっかり出してくれる素晴らしさで、それまでのプレーのトラップする位置、相手を引き寄せて腰ひねって逆に出す、シャケさんらしい素晴らしいプレーでした。お願いします。はい、じゃあこちらのプレーです、どうぞ。はい、シャケさんここにいます。砂森選手がくさび、トラップ逆行くぞと見せかけてここにパスと、まあ、こう見るとその順基がスペース空けてっていうのもありますし、シュートも準備しますよね、そのスペース見えてるから、うん、シュートが欲しがってるじゃないですか、シャケさんが止めた瞬間、うんうんうん、これね、周りがいろんな動きをイメージできてて連動できてる証拠ですよね。この時ちょっとシュートが手開けてたんですけど、まあもう全体でフォゲッチに出そうっていう意図があるプレーでしたよね。これいいよね、すごくね、うん、これでもみんながさ、シャケさん持った時バーッと上がっていくじゃん、うん、これ信頼だよね、シャケさんを失わないみたいな。後ろ向いてるっていうのと、多分シュートのポジションもね、周りが見えてたっていうのもあって、普通やったら多分ね、シュートにポンと落として蹴ってもらうとかあるけど、シャケさんそこ自分でできますからね。そう、素晴らしいプレーですね。はい、ありがとうございます。前半20分、これもシャケさんですね、キープの技術と、これ見ててほしいのが、わざと相手にボール触れ触れって食いつかして、相手がボールを触ろう蹴ろうとした時に足の裏でボールをキュッと押さえる、奪いに来ようとして相手がバランスを崩して結局ボール奪えなくてシャケさんがキープして落とすみたいなシーンなんだけど、相手にボールを取っていいよって見せかけてバランスを崩させてボールをなんとか残してマイボールにするシーンなんだけど、技術だなと思って、ぜひ子供たちの真似してほしいなと思ってこれあげました。よろしいでしょうか、いきます、はい、これゴールキックからなんですけど、これグスタボ選手が反らして、このトラップも素晴らしいんですけど、ここあーまあやるよね、これシャケさんよくボール回しとかでもやるじゃん、シャケさんが、うん、やる、わざとこうボール反らして取っていいですよってこう取れるんじゃないかみたいな思わしといてギュッと押さえて、うん、めちゃうまいな、うまいだよね、こういうプレーね、ね、このトラップも簡単じゃないかな、このスペース、狭いスペースで、ねえ、37歳だからね、すごいよねするんだけど、マジすごいな、マジですごい、ここで抑える、さらして抑える、
これも取られることないですもんね、この角度で足を置いてて、足の裏止めてたら。うん。まあ、相手がめちゃくちゃな続き方せん限りは、あんまこれね、すごいな。シャケさんっすね。うまいな。ラスト、見ていただきましょう。止める、いなす、落とす、展開。これ、通ってればっていうシーンですもんね。いや、ありがとうございます。それでは次のシーンいきましょう。前半33分、ボゲッチ選手、完璧なパスと。これはカッチャン、どうでしょう。これ、あれ、グスタボに出たやつだよ。グスタボ選手に、そう、スルーパス出すシーン。はい。自分がピックアップしてないからこれ遺産をかけてきましたね。今まで結構レイがさ裏に抜け出すのが多かったやん。でシャゲさんとかからのパスが多かったり、まあ、シュートからのパスが多かったりした中で、ポゲッチのとこからこういうパスが出たら抜け出す回数も増えるやろうし、ほんまにいいタイミングで抜け出したから、こういうパスが増えてきたらどんどんチャンスにつながるんじゃないかなと思います。俺ね、俺だ。俺の説明を。それではこちらです、どうぞ。ボゲッチ選手、ここのかわしもうまかったですね、最初の、うん、キュッとかわして。やっぱスピードあるからね、ボゲッチ。そうやね、クイックがいいよね。クイックエグいっしょ。これもその1個前で惜しかったけど、シャケさんとこ惜しかったよね、このクロス。わかる。あー、あったね、クロスの。もうちょっとマイナスだったなってことか。マイナスやったら、もしくはスピードはもうちょっと遅かったらでも通ってたと思うねんけど、まあここは難しさっすよね。ここしかないやろ、結構下もスリッピーやったな。そうやな、スナーも多分あまりにもシャケさんがフリーやったから、そこ見えてしまったやろな。だろうね、迷ったんだろうね。最初多分打つかなと思ったけど、フリーすぎてね。うん、そしたらこの8番がね、いい戻りした。いやー、けどこれいい攻撃っすよね。こういう1個のパスで周りがサポートしてるからっていうのもあるよね。グスタボのこう縦へのランニング、勢いありますよね。迫力あるよね、やっぱこういうランニング。怖いもんね、俺がディフェンダーだったら。あんだけ大きくて速い選手がグッとあのスピードで来られたら、こういうブラジルホットラインがつながりだしたらね、得点の匂いどんどんしてきますよね。ありがとうございます。じゃあラスト見ていきましょう。こっからね、まあ、めっちゃいい動き出したよね。めちゃくちゃ惜しい。もうちょっとマイナスやったらな、シャケさんにやってたのにな。前半37分、米澤蓮選手、リフティングの賜物トラップと。もう完璧なる、それしかないっていうトラップしたよね。優しいトラップだったね。だってこれ見ててうまって言いましたもん、やっぱ褒めた場所も良かったし、タッチの柔らかさ出ましたよね。練習前にあのシャケさんとかさ、純喜とかさ、今中原修斗とか、毎回練習前練習後リフティングしてるじゃん、遊びみたいな。何年やってんねんあれね。いまだにやってますからね、あれ。肩使ったり膝使ったり、インステップ、インサイド、アウトサイド全部使ってリフティングするじゃん、みんな。やっぱああいう遊びからこの繊細なボールタッチができたんじゃないかって言えるぐらいの、今回試合で出たなって。ついにそんなトラップ、じゃあ見ていきましょうか。はい、はいはい、こちらです、どうぞ。これ大西選手のロングフィードから、もう結構孤立して、あ、結構不利な状況なんですね。トン、これでも逆に展開ですよ。うまいね、うん、やっぱね、回避できるのはいいよね。ね、ここで回避できるの本当にでかい。だってその後ろにおる選手もさ、ダイレクトでシャケさんに出すかなと思って、うん、ちょっとコース切りに行ったやん。はいはいはい、入る瞬間これダイレクトで来るかな、もう相手はちょっと内側にポジション修正したけど、そっちじゃないですみたいな感じのね。ね、ディフェンスだったらイラッとするやつやね、これね。完璧だよね、トラップね。見えてたかな、レイ。完成試合に入ったかもね、パッと。それで判断そっちに変えて、一気にオープンな展開になりますからね、これで。この真ん中に出せることによって。いや、相手は一気に下がっていかないといけないわけですから。はい。ありがとうございます。はい、それでは後半スタートから交代で入りました秋山選手、流れを変えた男と。これちょっと僕が実際現場で見てて、雰囲気も含めてこの試合流れを大きく変えた選手。秋山くんめっちゃうまいね。うまいね。うまい。たたずまいいよね。うん、すごくいい。胸張ってね。うん、試合終了後の話していい？うん、うん、試合終わった後さ、この日インタビューを受けてたの。俺らも試合終わって片付けを始めてるわけ。インタビュー終わって片付けしてる前をスーッて撮っていくとき、まあ、普通だったらさ、あ、運営の人いるなぐらいでスーッて歩いていくじゃん。うん、困って
ありがとうございますって言って触って歩いていったの。すごくない？俺8年間で1回もしたことないですよ。まだ1ヶ月ぐらいやろ、この子。何歳この子？21歳。いい選手だね、うちに。めっちゃいい選手、この子。うん、しかもさ、まあ、俺の感覚で喋って申し訳ないけどさ、途中から言ってあんだけボールを欲しがって触りに行く。難しいじゃん。だから田中碧に見えたよね、俺は。あー、確かに。この子はちょっと上手いわ。なんか今までにいないタイプ選手だな、ね、間違いない。そんな秋山選手のプレー見ていきましょうか。こちらになります、どうぞ。これ47分のシーン、始まってすぐですね。受けに行って、このいいよね、このね、ボール触りたい感がめちゃくちゃ出てるよね。出てるし、タッチがすごい繊細だよね、細かくて、うん、うまいやつのタッチやもん、これ。ねえ、うまいよね。うん、まあ、昔の鹿児島で言えば、なんか井上航君に若干タッチが似てる気がして。ああ、この、なんていうの、さらしてるけど取られへん、ねえ、うん、タッチの仕方っていうか。これ見ててください、すごいよ。ギュッと。ゆたー、ゆたーってしてるけど、こう、スイッチが入ったときはやっぱこう、グッていくよね。そう、緩急がすごいあるよね。緩急はやっぱすごいわ。うん、だヒロヤとかハチ君とかとの絡みももっと見たいですね。あ、見たいね。その辺とね、合い出したらやっぱ前でどんどんその動きながら絡んでいくプレーをもっと見たいですね。うわ、何これ入ったんちゃう思ってて、俺これ言いたかった、どうしても。いや、本当でもギリだったね。オフサイドだった。ギリだった。うん、ギリオフサイド。俺が審判やったらもう速攻ゴールでしたよ、これは。お前、そりゃそうだ、お前。そりゃそうだ。そりゃそうだ。これから楽しみですね。今日みたいなプレーやったら、どんどん出場時間も増えてくるやろうし、もっとゴール見たいですね。いやー、頑張れ、秋山くん。頑張れ、秋山くん。この試合の MVP、秋山くんです。おめでとうございます。まだ早い、まだ全部終わってないから。OK だ。お、来ましたね。みんな大好き。八反田選手、お帰り。お帰り、はっちゃん。八反田祭りどころか、今回は八反田パーティーどころか。お、もう、大八反田パーティーです。無理すんな、お前。今回は大八反田パーティーでした。いや、これ惜しかったっすね、ちょっと。これ多分、ハイライトにも出てたんですけど。初めて、今回、ハイライトに入ってたシーンが入った。すいません、どうしてもこれはね、入れてほしかった。やっぱり途中から出てきて、最後もうね、連続で惜しいシーンやったじゃないですか。もうちょっとのとこやってんけど、こういうとこをしっかり精度高めて決めていったら、どん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 鹿児島の順位は上がっていきますよ。それを予感させるようなハチ君の素晴らしいプレーでして、ぜひ見てほしい。それではこちらのプレーどうぞ。もうアディショナルタイムですよ、これ。完璧やな、完璧。惜しいな、マジで。この落としてやっぱ止まらないのがね、いいよね、らしいですよね。うわ、もうラストのとこだけやな、ほんまに。ほんとそう。ちょっとだけ迷ったんかもね、シュート打つかクロス合わせるか。こういう崩しやっぱもっと出てきてほしいね。そうですよね。パス1本で3人剥がしてるから。シュートの落としも完璧よ。このレイが逆に動いたのもね、良かったよね。あ、わかる。タクマも内側取ってるし、山谷くんも走り込んでるしね。どっちに来ても点取れたね。惜しかったな、これは。惜しい。ラスト、お化けということで、選手じゃないんですけど、鹿児島ユナイテッド FC のホームゲーム、まあ他の J リーグクラブもそうかもしれないですけど、サッカー協会の方がこう役員で手伝ってくれたりするわけですね。ありがたいですね。本当にありがたいですね。当たり前じゃないですからね。改めてこう名前が出たから言いますけど、やっぱりほんまにいろんな人がいてね、ボールボーイもそうじゃないですか。ね、中学生高校生の子たちが、自分たちももしかしたらゆっくり試合見たいかもしれない、そんな中鹿児島ユナイテッドのためにボランティアとして協力してくれてるわけですよ。それをみんなもね、分かって戦ってほしいですね。本当にたくさんの人たちの協力があって成り立ってると。試合がもう言ってしまうと、この間のホームゲームで負けてたわけですよ、1対2で。はい。
みんな急いでやりたいっていうのは分かるけど、ちょっとボールボーイの方がもたついてしまった時にサポーター席の方から早く出せよみたいな声が聞こえたわけです。ちょっと待って、それは違うだろうと。ボールボーイに、ボールボーイに、この子たちもボランティアで一生懸命やってくれてサッカーやってるからそれこそ状況は分かると。でも一番近くで選手に直接ボールを出す緊張とか、まあそうだよね、でボールを誰が持ってるとかも、まあ、ランダムで違うわけじゃん。だからそういう声は俺は違うんじゃないかと思うし、これからユナイテッドを目指したいって思ってもらえるようなさ環境を作ってあげないといけないわけじゃん、あの子たちに。嫌な思い出で帰ってほしくないですよね。ちょっと嫌になる可能性はあるじゃないですか、まあ、もちろん気持ちわかりますよ。試合負けてて悔しいし、もしかしたらそういうことがあるかもしらんけど、ただやっぱり一人の人間としてね、ボランティアで手伝ってくれてるボールボーイの人にもやっぱりみんなリスペクトした精神を持って発言気をつけないといけないと思います。田野さん、その通り。はい、そんな鹿児島県サッカー協会の役員の方なんですけど、選手張りにすごいトラップをしてしまった。これちょっと俺見逃しましたわ。見てなかったでしょ。これはぜひ見ていただきたい。さっきの米澤選手のトラップ覚えてますか？覚えてます。あれともうほぼ一緒です。ってことは時間的にどっちのプレーが早かったかによって後の方はそのプレーを見た後のイメージした可能性ありますね。ちなみになんですけど、はい、これ役員の方のプレーした時間は7分ぐらいです。前半の、はい、なので米澤選手より早くこのトラップを見せてます。はい、じゃあそんな米澤選手も真似たトラップ見ていきましょう。こちらよく見てくださいね。今から来ますよ。看板に1回当たってここです。ストップ。見たな米澤玲子。多分これやな。だって同じサイド、うま、同じサイドだもん。そうだよ、来てるよ、うま。これしかもスリッピーでボールも重いし看板にも当たってるからね。これただこの後バウンドしてキャッチしたんかなと思ったらボールが逆になってるもんね。うん、そうそうそう、これはスーパープレーですね。これ契約画面に映ってないけど今米澤玲拍手しましたわ今画面にたまたま映ってなかったですけどってことは見た可能性あるな。これじゃあもうレイからこれコメントもらいたいですね。レイコメントしてけんかったらもうめっちゃ電話する。今回のピックアッププレイはここまでというふうになりました。今回の MVP を発表していきたいと思います。いいだね今回は。決まったら右手を上げてください。はい、じゃあ行きましょう。せーの、秋山くん。はい、満場一致。今回の MVP は秋山くんに決定ということで、秋山選手には田上豊の感謝シールが3枚送られます。おめでとうございます。え、3枚も？え、それだけ？はい、ということで今回のピックアッププレーはここまでということで、じゃあ伊沢くんから。勝ちたかったっていうね気持ちはすごいあって、まあ、なかなかちょっとホームで勝ててないっていうのもあるんで、ただなんとしてでも今年昇格するためにこっからもう一回しっかり勝って今の勝って合わせたら多分7連勝ぐらいいったんですけど、いったらもうおそらく昇格圏内。ほんまに順位が近い分分からないじゃないですか、どことどこが当たってどっちが取るっていうのが。まだまだ分からないからほんまに頼む、勝ってくれ。次、ありがとうございます。それではかっちゃん、思いを込めてお願いします。この前の試合は残念ながら負けて、次の試合がまあ大事だと思うんで、次の鳥取戦アウェーで、まあ、ジョンソンさんですけど、うわ来たか、ジョンソンさんには申し訳ないけど鹿児島に勝っていただいて、しっかりと応援して皆さんで勝利を勝ち取りましょう。次の試合を今年昇格した時のあの試合がポイントやったなって言えるぐらいのね試合にしてほしい。間違いない。いやありがとうございます。お二人とも疲れてるところ、ピックアッププレーは今日はここまでということで、すごい楽しみにしてる方が多くなってきてるんですけど、相変わらず高評価とコメント数が少ないということなのでぜひ。評価とコメント数少ないけど楽しみにしてる人は多いってことですか？恥ずかしがり屋さんが多いのかな。あ、なるほどね、うん、はい、ということでお二人ともありがとうございました。そして、動画を見ていただいた皆さんも本当にありがとうございました。シーズンまだまだね残りあるんで、まあ、一つ一つを大事に戦いながらとは言ってますけど、目の前の相手に選手たちだけじゃなくて
我々応援部隊もですし、今動画を見てくださってる皆さん、そして鹿児島を愛する全ての人が後押していただいて、みんなで一つとなって鹿児島の良さはチームワークということで戦ってもらえたらありがたいです。また次回の動画で会いましょう。本日はありがとうございました。感謝、バイバイ。